どうもマスケンです。今回はコストコベストバイ1月編ということで、先月コストコで買ってきたものの中から良かったもの、気に入ったものを5つピックアップして紹介していきます。1月の序盤はちょっと行ってなかったんですけど、まあ、1週目明けてからかな、もうコンスタントにね買い物しておりまして、合計でね30点ほど、まあ、大体いつも通り買い物しておりました。福岡の方もですね、緊急事態宣言出ておりますけど、全然その影響なくという感じで、もうどこもそうだと思うんですけど、もうこの状況にみんな慣れちゃってるっていうような感じですかね。ついこの間なんですけど、全然平日の朝一に行った時はもう休みの日並みに行列伸びてまして、っていう感じでした。はい、朝一でも全然混んでなくてスムーズだったり、ね、もうほんと日ごとに、その日にならないとわからないっていう感じなので、もしね行かれる際はしっかり予防のねマスクとか消毒とかねしっかりやっていきましょう。ということで、月頭恒例のコストコで買ってよかったものを紹介していきますが、概要欄の方にですね、動画にしているものはリンク貼ってますので、もし興味ある方はそちらの方もねチェックしていただければなと思います。このチャンネルではコストコで買ったものとか、新しく始まったサービスの紹介とか、いろいろね動画作っておりますので、ぜひチャンネル登録して、動画見ていただければなと思います。ということで、早速1つ目の商品紹介していきます。こちら、スターバックスのスチールマグセットです。エピソード499の購入品まとめ動画で、紹介したんですけれども、 500ml サイズのタンブラーとこちらのパイクプレイスの豆のセットの商品になります。毎年冬の時期に1回はね、こういったスターバックスのタンブラーとかマグカップのセットみたいな、ギフトセットみたいなものが登場してて、結構ねそれ人気で、出た途端に売り切れて幻の商品的なポジションにあるんですけど、今年はこれまでとちょっと違った売られ方をしておりまして、いつもだったらね在庫ある分がどん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 出て、なくなったらもう終わりみたいな感じだったんで、日にち的で言うと本当数日間並んでる、もしくは初日で全部なくなるみたいな、そんな感じだったんですが、今年出てたこれに関してはなんかその日なくなるけど、また次の日行くと在庫確保復活してて、一気に売り切っちゃうんじゃなくて、その日ごとに在庫の量をこう確保してて、それで出すみたいな感じなんで、日をまたいでパトロール何回も行ったんですけど、あ、またあるやん、またあるやんみたいな感じで在庫がね復活してたんで、結構いろんな人の手元に届いたんじゃないかなと思います。で、僕が買ったのは多分この商品が登場してすぐの頃だったと思うんで、真っ先にね確保したんですけど、コストコでねたくさん買い占めてメルカリで出してる業者とかいたり、一般の人っぽいけどカードいっぱいにこれをね積んで買い占めてる人もなんか見た気がします。で、今回僕が買ったのはこのステンレスボディのこのロゴ以外何もないやつですね。で、ここがボタン式になってて、構造的にはこう2層になっていて、あの温かいもの冷たいものの温度が持ちますよっていう感じのやつなんですが、このタンブラーのいいところはちゃんと蓋がスクリュー式になってるんで、これがね熱いです。前もねなんかこういったのコストコで売ってたと思うんですけど、ただこう上から押さえつけて、一応パッキンはついてるけど不安の残るタンブラーだったかな、うん、このタンブラーに関してはしっかり蓋閉まるんで、バッグとかに入れて倒れたとしても、まあ、大丈夫そうかなという感じです。1月の4週目あたりぐらいまでは見かけてたと思います。さすがに先週は見てないかな、うん、でも今年のこのタンブラーすごく買ってよかったなと思います。空張りもね2色あって、ステンレスとマットなブラックのものがあったんですけど、もう1個買っといてもよかったかなと思います。うん、もしもし、着いた？あ、はいはいはい。保温機能、保冷機能がどれぐらいのものなのかっていう検証はまだしてないんですけど、まあ、使ってみてる感じはスタンレーとかサーモスとかの、あのガチモンの真空断熱構造のやつよりかは
劣るかなっていう感じなんですけど、 500ml サイズのこのタンブラーをスタバのね、オフィシャルで買ったら多分3000円台後半とか余裕で、取ってくるんで、それが1300円台でしかも豆までついてるってことなんで、これはねめちゃくちゃ調子いい商品だったと思います。まあ今気温が低いんであったかいドリンクばっかり入れてますけど、夏場なんかは冷たい飲み物っていう感じで、まあ、容量 500ml あるんでスタバで使うにもグランデサイズまでだったら全然いけそうですね。ベンティははみ出るんかな、 500cc 以上かな、ちょっとわからんけど、コストコで売ってるカフェラテとかコーヒーとかスムージーとかなんかは余裕で入ると思いますので、今月これ買えた方は買い物するときに持参してこっちにね飲み物ドリンクを移し替えると美味しい温度をずっとキープしたまま飲めるんで、ね、いいかもしれないですね。これはマジで買ってよかったやつということでね、今からちょっと晩ご飯作りに行ってきますということで、1月のベストバイ2つ目の商品はこちら、ハードホワイトポテトチップスのコンソメです。こちらの商品はエピソード512で紹介したものになるんですけれども、僕の大好きなハードバイトポテトチップスの新しい味が登場しておりました。このハードバイトのポテトチップスはここ 2,3 年でコストコに定着したカナダのメーカーのポテチになるんですけど、この新しく出てるコンソメ味っていうのがコストコジャパン限定で開発された味らしくて、日本の定番のコンソメ味っていうのを研究して作られたものだそうです。このハードバイトのコンソメ味は、まあ、カルビーのポテトチップスのコンソメ味とかと比較してね食べてはないんですけど、割と近い味で日本人は、まあ、好きな味かなと思います。結構ね、なんやろ、甘め、うん、甘じょっぱ系って感じですね。ハードバイト自体が結構甘じょっぱ系が多いんでね、何も考えずにこうやって口に入れてるともうどんどん止まらなくなるっていう感じになるんで、食べ過ぎだからねご注意ください。で、2019年は結構コンスタントに新しい味がどんどん出てきたんですが、2020年はほんと 1,2 種類くらいしか新しいのが出てなくて、既存の出てた味がこうちょこちょこ出てきたみたいな感じだったんですけど、もう今回結構久しぶりに新しい味が出たんで、発売されて割と早い段階で買ってたんですけど、次かその次ぐらいの日に行ったらもう在庫がほとんどなくて、朝一で行った時にすでに3段分ぐらいしかなかったんで、ハードバイトのポテトチップスはねやっぱ人気があるみたいなんで、新しい味見かけたらぜひ早めにチェックすることをお勧めします。ということで第4位はハードバイトポテトチップスのコンソメ味でした。続きまして1月のコストコベストバイ3つ目の商品はこちら、2021年版のフロランタンです。毎年冬のこの時期だけに登場しているベーカリーの期間限定商品になります。こちらが冷凍保存しているものになります。保存の手順なんかはね動画にしてないんですけど、プレスンシールで包んで、フリーザーバッグで22やってるっていう感じですね。これは冷凍庫から出して1分ぐらいのものになります。表面はこんな感じになってて、半分ダークチョコレートで、コーティングされてます。裏面こんな感じになってまして、僕はコストコ以外でフロランタン食べたことないんで、もうフロランタンはこういうものだっていう認識なんですけど、なんかこういったアーモンドとかナッツ系だけで作られてるんで、同じぐらいのサイズで同じぐらいの量が入ってるクッキーに比べると倍ぐらいの価格するんですよね。1枚あたり110円なんですけど、このベースの部分がナッツしか使われてないってことで価格が高いんじゃないかと、そういう考察がありましたが、はい、コストコのね他の商品が安すぎるっていうのもあるので、ちょっとね慣れるとバグっちゃいますよね。これが高いって感じてしまうんですが、多分一般的に見てこのサイズのフロランタンで110円っていうのはかなり安い方だと思います。おいしい。で、冷凍庫から出してすぐでめちゃめちゃ冷たいんですけど、アイスみたいにこうガキって硬いまんまじゃなくて全然普通に食べれます。サクサク。僕が行ってるコストコの店舗では多分割と早めに出てると思うんですよね、このフロランタンで、まだ場所によっては出てない店舗もあるらしいので、まあ、そこはドンマイって感じですね。この商品はエピソード508で、紹介しておりますので、詳しくはそちらをご覧いただきたいんですが、まあ、ざっくり言うと2019年版のフロランタンに戻ったっていう感じですね。ひょっとしたらちょっと違う部分あるかもしれないんですけど、
去年の2020年版のフロランタンしか食べたことない方は今年のもねぜひちょっと食べてみてください。もう全く違う食べ物って言っていいぐらいの感じです。冬だけじゃなくて何回かね販売機会を増やしてほしいですよね。これきまして1月のコストコベストバイ4つ目の商品はこちら、ビビゴのチーズハットグです。韓国風のアメリカンドッグですね、まあ、魚肉ソーセージとそれをホットケーキミックスみたいなああいった生地で揚げるっていう食べ物なんですが、購入品まとめ動画の時に、まあ、1本ね食べてみたんですけど、なんじゃこりゃって思ったんですよね。めちゃくちゃうまかったです。ビビゴの商品に珍しくこういった風に個包装タイプになっておりまして、ちょっと見えにくいですけど裏面もねこんな感じで調理方法一本一本書いてあるので、もしかしたらこの形でバラ売りされてるパターンもあるかもしれないですね、まあ、でもジャンコードついてないんでそれはないか。すでに油で揚げてる状態のものが急速冷凍されてるんで、電子レンジとトースターで加熱するだけで食べれるっていうやつになります。断面はこんな感じになります。先端の方にモッツァレラチーズが入ってて、この下の部分には魚肉ソーセージがあるんですけど、まずこの生地がめちゃくちゃ美味しくてもちもちってしてるんですよね。何の期待もなく普通にアメリカンドッグ食べる体で行ったんですけど、この生地がねほんともちもち感がちゃんとあって、パサパサふわふわみたいなのじゃないんですよね、食感が。でまずそこで驚いたんですけど、あともう一個この魚肉ソーセージ、これもかなり特殊なんですよね。結構ねサイズ的には細いんですけど、タコとイカを合体させたような食感、結構しっかりした食感で、うん、一応1本目ケチャップだけで食べたんですけど、全然なくてもそのまんまでも美味しく食べれるなっていう感じでした。ハニーマスタードつけて食べたら美味しいよとか、ね、いろいろコメントで教えてくれてたので、そういった食べ方もやってみようかなと思ってます。これね僕が行ってる店舗では初めてな気がするんですけど、他では前出てたみたいですね。はい、80g サイズが6本入ってまして、まあ、1本あたり160円弱ぐらいなんですけど、屋台で、まあ、同じぐらいのねサイズのハットグ食ったら多分500円とかでしょ、500円超えてくるんでしょどうせ。あ、屋台に課金するよりかはこっちでいいんじゃないかと思ってしまいます。もともとビビゴの商品はね外れが自分の中では少ないなっていうメーカーの一つなんで、これすごいおすすめです。それでは最後ですね、1月のコストコベストバイ第1位はこの商品です。カナダ産三元豚ヒレの真空パックです。コストコの精肉コーナーに売ってる豚肉の一つなんですけど、これはね真空パックになってて、塊肉ですね、ヒレの塊が4本入ったものになります。この商品に関してはかなり昔からある定番商品の一つなんですけど、実際に買ったのは初めてで、この豚ヒレもね価格がかなり安いんですよね。 100g あたり108円で購入してるんですけど、まあ多少ね変動あるかもしれないですけど、でも10円前後ぐらいなんですよね幅が。なのでまあローストビーフ的なものをね日常的に食べるとやっぱ倍以上のコストかかっちゃうんで、この豚ヒレでね良しとすれば大体半分ぐらいで同じぐらいの満足感を得られるんじゃないかなということで、これからもねリピートしていこうかなと思ってます。エピソード504の動画で、紹介してるんですけれども、低温調理器ボニクを使ってローストポークを作ってみました。まとめて4本分同時に仕込みまして、で昨日ですねもうそれ全部食べきっちゃったんですけど、家族のメンバーも気に入ったみたいで、まあ、今後もねリピート確定の商品でございます。筋トレとか減量をされてる方、食事管理しててタンパク質をたくさん摂りたい方っていうのは多分鶏胸肉をまず食べると思うんですけど、コストコで売ってる桜鶏の胸肉でサラダチキンとかね作るとすごく美味しいのできるんですが、やっぱ続くと飽きちゃうんで、そういった時に、肉でねまた別の要素でタンパク質取るにはこの豚ヒレが最高におすすめなんで、まあ、そういった感じでボディメイクされてる方とか食事でタンパク質取りたいんだけどだみたいな、鶏胸飽きたなみたいな方はこの豚ヒレぜひお試しください。低温調理器使ったらもうほんとほったらかしでできちゃうんでめちゃくちゃ便利。
これまで桜鳥の胸肉一択で頑張ってた人は、この豚ヒレもね、2回に1回ぐらいの割合で挟むとかなり食事管理、タンパク質補給をはかどるんじゃないかなと思いますので、ぜひお試しください。で、正月にローストポークとローストビーフを同時にこう食べてたんですけど、牛うめみたいな感じじゃならなくて、豚の方がうまくないみたいな感じになったんで、まあ、どっちも美味しいんですけど、コスパがポークの方がいいんでね、真空パック状で塊になってるんで、いろいろね、自分の好きなサイズで使えるんで、そういった面でもね、すごく便利だと思いますので、真空パック状のね、肉の塊ちょっと買ったことないよっていう方は、特に難しいことはないんですけど、レビュー動画作ってますんで、そっちの方を見ながらね、取り扱っていただくといいんじゃないかなと思います。ということで、1月のコストコベストバイは三元豚の豚ヒレでした。各商品の詳細は概要欄の方リンク貼ってますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、ということでね、今戻ってきたんですけど、8時9分です。さっきのルイボスティーなんですけど、4時半ぐらいに熱湯を注いで作ってたやつなんですけど、ちょっとどれぐらいあったかいのか、ちょうどいい、ちょうどいいぞ。湯気はね、かろうじて立ってる程度なんですけど、ちょうどいい。ってことは、朝一で熱湯満タン注いだやつだと、まあ、ランチタイムぐらいまでは結構いい温度で飲み続けられるんじゃないかなと。十分ですよね。朝作った熱々のやつをね、夕方までキープされても困りますよね。予定外の検証だったんですが、熱湯を注ぐと3時間半くらい経ってもちゃんとあったかい、心地いい温度で飲めます。それ以降は知らん、多分ぬるくなるだけです。タイムリミットになりましたので、もう今日はね、帰ります。夜はね、作業しません。もう寝る、子供たちが寝る準備できたらしいので、もう帰ります。はい、これがね、いつまで続くか、はい、まあ、これがね、いつまで続くか分かりませんが、今日は今日寝て明日できそうです。はい、ということで今回の動画は以上でございます。最後までご視聴ありがとうございました。こんな感じでコストコの商品レビューだったり、いろいろね、Vlog とか DIY とかご飯動画とか作ってるチャンネルになりますので、ぜひね、過去の動画も見ていただければなと思います。よければチャンネル登録して次の動画もお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。